はい、3回目ですね、金目鯛ですわ。これもなんか見るからにうまそうやわ。金目鯛いただきます。です、今日はですね、木津市場に来ております。ちょうどね、木津市場のね、裏側にね、こちらね、さんま朝立ち寿司食堂っていうお店があるんですよ。こちらの方で食べ飲みしてみたいと思うんですけども、撮影許可が出るかどうかちょっとまだ分かりませんけども、もし出たらね、このまま撮影したいと思いますので、今からお店の方に入っていきたいと思います。はい、まずはですね、チューハイのレモンで乾杯してみたいと思います。はい、まずはですね、チューハイレモンで乾杯したいと思います。皆さんお疲れ様です。乾杯。お寿司の注文はですね、もうお任せのコースにさせてもらいました。やっぱりね、いろいろ食べたいんで、もうお任せにするのが一番いいかなと思って、はい、はい、こちらですね、まず1貫目は、ヒラメと縁側ですね、ちょっといただきたいと思います。ヒラメ、やっぱ一番横にある、ね、お店だけあって、すごく新鮮ですわ、うん、なんかヒラメのね、このちょっとねっとりしたような感じの食感とね、油の甘みも伝わってきて、すごく美味しいですわ。次この縁側の部分をいただきますよ。うん、コリコリしてね、すごく美味しいわ。うん、はい、こちらですね、サワラのわら焼きですわ。塩とね、すだちがかかってるんで、いただきます。口の中入れた瞬間、わらのいい香りがスパーッとしてね、で塩で食べるんでね、すごくこの魚の 甘みですね。これサワラの甘み、サワラってここまで美味しかったのかなというような感じの、すごいいい甘みですわ。これはうまいわ、酒に合うよ、うん、はい、3貫目ですね、金目鯛ですわ。これもなんか見るからにうまそうやわ。金目鯛いただきます。皮がねちょっと炙られてて香ばしくって、なんかすごい口の中に広がるこの濃厚なね味がしますね。うまいなこれ、なんかずっと口の中に入れておきたいぐらい。もうないですけどね、うまい。うなぎです。うなぎですね、ありがとうございます。うなぎですわ、もう見るからにこれ美味しそうやろ、ね、うまっ。すごい山椒が効いてね、うなぎはね、柔らかくてふわっとしたうなぎで、すっごい美味しいの、うん、海苔の香りも良くていいね、これ。
こちらですね、タケノコ、ホタルイカ、菜の花ですね。お寿司になってますよ、やっぱり小丼みたいな感じだけどね、美味しそう。このホタルイカ今旬ですからね。うわ、タケノコとホタルイカが添えられて美味しそう。軽くね、すだちのね、香りもして、うまい。で、ちょっとこう、油焼いたらね、このホタルイカ、また美味しい。2杯目はお寿司と合わせるといいという感じなんで、米の大石にしました。米焼酎美味しいですね。米焼酎とお寿司やったらめちゃくちゃ相性がいいと思います。はい、こちらですね、アジですわ。うわ、綺麗な色がめちゃくちゃ光ってますよ。うまい。米焼酎と合いますね。これは味うまい。ガーリーもいただきます。こちらですね、マグロですわ。マグロと言うても、このマグロすごい、もうトロみたいな、トロみたいな感じのマグロですよね。これすっごい、ちょっといただきますわ。めっちゃうまい。これなんていうの、口の中入れた瞬間、もうマグロのね、上品な脂の甘みが広がりますわ。もう溶けましたよ。これってトロちゃいますのって、多分トロやと思う。マグロとか言うてね、まあ、マグロには違いないけど、これトロやな。中トロ、いやもう大トロに近いかもしれんわ。すごいわ、うまい。ここのお店に来たら、まずはコースでね、注文されるのが一番おすすめだと思いますね。最高です。はい、こちらですね、手巻き、コースね、最後締めの手巻きですけども、うまそうでしょう。コースと、僕はまたおまかせさんからいただきます。うまっ。海苔の香りも良くてね、うまいわ。ここまで食べたらね、結構ね、満足しますね。こちらですね、お友達がね、注文した、3点セットね、甘エビ、のどぐろ、のと巻きなんですよね。これね、実はね、3点注文したんですけど、なんかね、共通点があるんですよ。皆さん分かりますかね、共通点。この共通点は能登のものを使っているということでね、能登を応援したいということで、ね、お友達が応援ですよね、応援したいという気持ちで、この能登セット的なものを注文したという感じです。自分の方もね、能登、にね、行かれて、そうですか、作ってこられたんで。ああ、なるほど。でこの大阪におってもね、能登のことを、ね、そうですね、応援したいという気持ちでちょっとね、はい。でもこちらのお寿司はほんまに、先ほどちょっとね、私コース料理食べたけど、すごい美味しいですわ。まあネタがいいですね。コースはね、終了しましたんでね、ちょっとね、もう少しだけ食べたいなと思って、まあもうほとんど締めなんですけども、卵の太巻きちょっと注文してました。これまた美味しそうやわ。これ手でいっちゃいましょうかね。甘だれがかかってんねん。ちょっと甘い卵焼きで、めちゃくちゃ美味しい。こちらですね、コースの、ね、最後味噌汁ですね。
ぱりあのお寿司屋さんのこういう汁物って美味しいですね。出汁がすごく効いてます。やっぱりまたウニは別にならないんですか。あ、そうですね。はい、今ですね、浅田し寿司さんま食堂さんで、いただきました。ここはいいですわ。あのコース料理がね、すごくね、あの内容が充実してて大満足しましたよ。あのね、ちょうどね、私ここのね、お店来るのちょっと一瞬迷ったんですよ。木津市場だなんですけど、木津市場の表側の店かなと思ったら、木津市場ね、あの抜けてね、裏側にあるんですよね。ちょうどこの高速の下っていうかな、高速道路の下にあるんですよね。うん、もうめちゃくちゃ良かったです。もうお気に入りになりましたね。再訪問は確定第3軒のお店ですね、山寺的に。ということで、いつも山寺の YouTube を見ていただいているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただくと励みになりますので、よろしくお願いいたします。